天真正伝香取神道流600年前の室町時代から伝わる現存最古の武術流儀です。千葉県成田市にある道場では日本人の門弟とともに多くの外国人たちが日夜稽古に励んでいます。世界各地から集まった現代の侍たちは何に魅せられ今を生きるのでしょうか。人口13万人、千葉県の北部中央に位置する成田市。市の中心部である成田地区は1000年以上の歴史がある成田山新勝寺の門前町として栄え、毎年多くの参拝客でにぎわいます。また日本の空の玄関、成田国際空港は世界100都市以上とつながり、年間4000万人が訪れます。香取神道流は現在国内に5つの支部があり、多くの門弟たちが日々鍛錬を行っています。海外にはアメリカやイギリス、オランダなど世界30カ国に道場を構え、国内を含めた門弟は2000人を超えます。成田市にある新武館道場には、日本で生活をしながら香取神道流を学ぶ多くの外国人たちがいます。武道で心が一番大事なところだと思います、ね、香取神道流のところはすごく強い心があるんですね。 So training in Shinto Ryu, it's not just about the martial techniques, it also helps focus the mind, and that's something that you can take with you into your normal life as well, and it helps you think outside of the box. 香取神道流は一番美しい武術だと思ってます。で、まあ実践的ですよね。その実に戦場で相手に勝てる方法を一応教えてもらうことになるんで、私にとってそれより美しくて、それより賢いものはないと思います。香取神道流が生まれたのは千葉県の香取。武道の神として有名な香取神宮を祀る土地です。およそ600年前の室町時代、流祖の飯笹長位祭家直は香取神宮にこもり、1000日の大願をかけ修行を行い、香取大神から極意の書を授けられたと伝えられています。以来現代に残る流派の中で最も古い武術として20代にわたり継承されてきました。新武館道場で指導を行う
第23代大竹信俊師範です。630年前に日本で一番古い武道として今源流として認められています。例えば、今の現代剣道、これは北進一刀流の流れを組んでいるんですね。北進一刀流は一刀流の流れを組んで、一刀流のルーツをたどると香取神刀流になるということで、日本武道館から源流として認められています。香取神刀流の技術は剣術を中心に棒、薙刀、槍、両刀、小太刀、さらに柔術や忍術など総合武術として成立しています。さまざまな技術を学ぶのは、敵がいかなる武器を使っていても刀で応戦できるようにするためです。一つ一つの型が長く、目にも止まらぬ素早い打ち合いが続きます。この長く組まれた複雑な動きは、流派以外の部外者に技本来の動きを悟られぬためです。はい、武術というのは全部がですね、一撃必殺になっていると思います。特に香取神道流は、技を見るとポン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 こうつながっているように見えるんですけど、実際は受ける間があれば切れというようにですね、受けたりしないんです。もうその切ってきた攻撃に対して、相手を倒すと、そういうのが香取神道流なんです。香取神道流は海外にも広く知れ渡り、今では2000人を超える門弟の半数以上が外国人です。その最初の外国人門下生となり、香取神道流を広く海外に紹介した人物がいます。アメリカ人のドン・ドレーガー氏です。ドレーガー氏を指導した大竹利助師範は、彼ほど日本武道を極めた外国人はいなかったと語ります。もう初めからね、礼儀作法の正しい人だなと思って、これはもう相当人間的な勉強もしてますなと私は考えたんですよ。だからこれは神道流一生懸命やりたいと思ってこうやって入門してきてるんですから、これに本当に教えれば素晴らしい人になるんじゃないかとこう思ったんです。1966年、香取神道流初の外国人門弟となったドレーガー氏は、その技と精神を17年間学び、熱心に稽古を続けました。彼が残した数多くの著書は、日本武道に励む外国人たちに今なお大きな影響を与えています。ドレーガー氏の意思を受け継ぎ、日本を訪れる外国人も増えました。その一人、梁寛慶さんです。梁さんは1994年香港で生まれました。12歳の頃から空手をやっていたこともあり、日本の武道に興味を持っていたといいます。香取神道流を知ったのは高校生の時、ドキュメンタリー番組で見た侍に衝撃を受け、日本に移り住むことを決意しました。もう最初道場の扉を開いた時はもう
本当にドキュメンタリーの中のあの場所にたどり着いた感じのようで、もうずっと憧れてきた古武道なので、もう感動しました。本当に亮は若い時から日本に来てまして、日本語も覚えるばかりでなく、精神的なものもですね、日本人にもうほとんど日本人と同じ考え方、そういったものを身につけて、それと武道に対する精神的なものもですね、非常に強く自分でたくさん稽古したと思います。外国人も何万人って来てますけども、日本人と同じようにですね、見ています。そして、600年前と同じようにですね、指導していると。制度も変わらず、技も変わらずと、そういうことです。So this is a three-form gauge field. The underlying gauge field is actually a two-form. 亮さんは現在早稲田大学の大学院で物理学を学んでいます。研究の分野は原子よりもさらに小さい素粒子の世界。その複雑で難解な大学の研究と香取神道流で共通点があるといいます。実は意外と研究と神道流では共通点があるんですけれども、なかなか計画通りには進めないものが研究で、結構時間をかけて長期的にやるものだと僕は気づいたんですけれども、その逆に神道流も同じく先生みたいに生涯をかけて自分の技とか生き様を磨くものなので、そういうふうには共通していると思います。冬さえる12月、香取神道流の稽古納めです。門弟たちは1年間の感謝を込めて道場の大掃除を行います。彼らは神道流を通して武術だけでなく日本の文化や礼儀を学んでいます。そうそう、まあ伝統的な古墳男の仕事そうかもしれませんね、まあ、楽しいですあんまり水入れすぎかけない水入れあんまり入れると水冷めちゃうじゃん。道場では門弟が一堂に会し、和やかな雰囲気で一年の労をねぎらいました。飲むね人参ある、そのキノコがある、いろいろなものある。でも名前わからないのですみません日本人味は素晴らしい、うまいです、本当にうまい感想ですか。なんかこういう こんなに伸びる餅を食べるのも初めてです美味しいだろ。美味しいです。もちろんって言って。もちろん。もちろんです。はい。全然痛くなくて、今では全然治る。明けましておめでとうございます。おため
2019年平成最後の年が明けました。香取神道流の稽古始めです。門弟たちのご守護を願い祝詞をあげます。すみらが持つカムロミ、カムロミの御事をもって阿弥に払われます死の神アマテラスすみ大神、これ魔術師天と払われ、白いのこの不意に安座増しまして高間の晴れより清ちくし。香取神道流はその習熟度に応じて目録、免許、極意開伝の段階を設け、それぞれに許可状を授与しています。稽古始めは昇格した者が演舞を披露する場でもあります。古武術の伝統はこうして受け継がれます。ちょっと最初にちょっと大変だった。なぜなら、一期一会ですから、命で、一回だけ、やることですね。だから、経験もなかったので最初に本当に緊張だった。でも、スタート後にだんだん、落ち着きました。香取神道流を続けていく上での目標とか、これからもそのまま続けたいです。香取神道流死ぬまでやることですから、いつもそのまま、はい、続きます。気持ちは、まあ、とても嬉しいですね。本当に、ありがたいです。嬉しい。うまくなりたいと思います。やっぱりうまくなったり型を覚えたり、あと次ちょっとできれば、まあ、その門人の人たちに少しこう、まあ、教えるんじゃなくて、でもいい例を見せたいですね。そう、先輩としていい例を見せたいと思います。そのまあ暗いっていうんですけど、まあ、それプラス責任があるから、もっとそうですね、まあ、頑張ってたくさんもっとこう練習をして何か役に立ちたいなと思います。そう、今まで以上。本田忠勝が築城したとされ、続日本百名城にも選定される大滝城です。香取神道流では年に数回一般の人に向けて演舞を披露し、現代に残る古武術を伝えています。斬新とーっと切った時に、この間一本一本のね、間を置いて、それで切り込みの方に次の構えを間違えないようにする。これがね、一番間違いが少ないあれなんで、とにかくもうみんなは何回も演舞やってるから緊張しないでできると思いますんで、あんまり緊張しちゃってな、頭真っ白になっちゃうと全然何も分からなくなっちゃう。ちょっと練習しても大丈夫？いや練習して。これ誰のこと？全身上殿香取神道流の皆様によります剣術の演舞を行います。演舞を前に緊張感が高まります。日本の古武道はまだ生きていることをまず皆さんに伝えたいと思います。ただの歴史とかじゃなくて、本当に今でも守ってる人が
いるってことを皆さんに伝えたいと思います。いよいよ本番が始まります。それではこれからですね、加藤新闘流の演舞を観察させていただきたいと思います。目の前で行われる激しい演舞に観客も固唾を飲んで見守ります。廖さんは演舞の中で唯一一人で行う居合の披露です。無事演舞が終了しました。外国の方がやってるってことでまた余計感動したということですね。本当に生きるか死ぬかという世界を、直に見せていただいて感動しました。いや、まさしく日本の宝ですね。素晴らしいです。感動しました、はい、広く日本の武術が海外に浸透しているというところで、もうそこにも私は感動を覚えました、はい、素晴らしいと思います、はい、香取新刀流は昭和35年千葉県の無形文化財に指定されています。形を持たないからこそ歴史を守り続けるには人々が受け継がなければなりません。そこに国境の壁はなく、美しき古武道の精神が世界を紡ぎます。一般人にとっては古武道は喧嘩とか暴力に勘違いされるかもしれないんですけれども、やっぱり香取新刀流の稽古を通して学んできたこととしては、何事に対して克服できる強さを身につけることだと思います。その強さもただの物理的のものじゃなくて暴力じゃないんですよね。その強さはそれは精神的でもいいし人間的でもいいので、ただ何事にも克服できる強さが身につけられるというのが古武道だと僕は思います。香取新刀流はもう600年間世代から世代つなげられたんで、意思を次世代の人にも告げたいと思いますので、これからも生涯香取新刀流の練習に励みたいと思います。600年の伝統を脈々と受け継ぐ現代の侍たち、遠い過去と遠い未来をつなぐために彼らは今日も今を生きる。